お願いします。ラモの守備隊は徹底して無理してやってるわけです。それを救いに来てくれた。だけどですね、神戸市守備隊長は嬉しいけども、しかしあまり無理されないでくれというような、こういうようなですね、電報を送ってるんですね。あるいは苦しい時に助けに来てくれた人が危ないからといって、もうこれでいいでしょと中川だったら言わないでしょ。しかし金光守備隊長はそういう電報を送ったわけであります。8月23日の選挙報告資料9、19日以来敵の猛攻に対し死守完投せるも、大部の守備兵は不具者となり、うんぬんと書いてあります。そしてまあいろんなところをまあもう奪えたということを書いてですね、その守兵片手片足の者大部とする、全力を振るって死守完投凱旋を確保しありと。そしていよいよ最後、資料10、9月5日、金光守備隊長最後の盾、市の状況急迫し、累次しばしばの戦闘状況報告のごとく、全員弾薬病末欠乏し、いかんともしがたく、最後の時迫る。将兵一同姿勢を超越し、命令を厳守格好、全力を振るって優先し、死守完投せるも、ですか、将兵一同姿勢を超越し、命令を厳守格好、全力を振るって優先し、死守完投せるも、将官自分のですね、将官の指揮切裂と無力のため、ご期待に沿うまで死守しです。誠に申し訳なし。慎みて政治の無休、皇軍の流暢と、兵団長閣下はじめご一同のご武運長久を祈うと。しかしですね、1200名ぐらいで120日間この金光隊長は守り抜いたんですよ。その指揮が切裂なはずがないですよね。だけども金光隊長はこの世に行って、そして翌日戦死しております。翌日真鍋歩兵大尉が代わって指揮を取りました。もう玉砕は間近であります。真鍋大尉は木下中尉という一人 の中尉を呼んでですね、密かに脱出させたんです。これは忠臣蔵でも最後一人脱出させますよね。なぜ脱出したかとさせたかというと、この蘭王での自分たちの戦いを次の戦いのいわゆる参考にしてほしいと、そのために詳しい報告をする、その人間をですね脱出させたわけであります。戦いはこれだけで終わるのではない、自分たちの戦いが次に生きるように木下中尉を脱出させたわけであります。その時に公文書とともにですね、真鍋大尉は次のような指揮を託しました。資料11、蘭王の将兵はよく軍紀を守り、連隊長殿が変えられることを信じ、連隊自体が外へ出てましたので、最後の一兵まで決戦を続けます。小スズメはチューチューと鳴いて親スズメの帰りを待っております。私どもはどんなことがあっても連隊の名を汚すようなことはいたしませんと、まあこのような指揮をですね書いて送ったわけであります。そして9月7日最後の突撃、そして玉砕いたしました。戦闘が終わりまして、品軍の李密少将は日本軍のその玉砕した場を訪れてですね、次のように言っている、これが資料中に、敵将である李密少将はこう言った。私は軍人としてこの得難い相手と戦い得たということを誇りにも思い、武人として幸せであったと思う。彼らは精魂を尽くして戦った。美しい魂だけでここを124日も支えた。この将兵たちの父兄は我が国父孫文先生を温かく庇護し、我が中華民国の革命を達成されてくれた同じ日本人である。今日その同じ日本人とこのような戦いを交えるということを私は不思議にさえ思う。この美しい魂を兵をこのような愚かな戦いに駆り立てている者が
同じ日本人とは私には思われないのだ、また思いたくもない。まあ、このリミッション賞は孫文を尊敬し、そして辛亥革命との中で戦い抜いてきた人ですから、まあ、このようにまあ言ってるわけですね。そしてこう言います。私は総統、これ蒋介石総統にこの戦場の姿をありのままお伝えしたいと思う。我が軍の将兵はもとより勝った日本人たちを丁重に葬ることを市長師団長として指揮下の将兵に命ずると、まあこのようにまあリミッション賞は述べた。この報告を受けて蒋介石は再びですね、乱をやむを得ず水戸桐名の日本軍にならえということを全軍に布告するわけであります。終わるにあたり一言帰化に継ぐところあらんとすと、戦いだけではなくて今度は知性でですね、言葉でアメリカのルーズベルトに言った。で、次のページ、ちょっとあの時間ありませんのでご宿の方だけ見てみます。最初にですね、アメリカは日本が真珠湾の不意打ちをしたというけども、そうではないんだということでこう書いています。2行目ですね、日本をしてその自滅より免れるため、この虚にいずるほかなき究境にまで追い詰めたる諸種の情勢は、帰化の最もよく熟知しあるところと思考すと。日本をこの大東亜戦争に立ち上がらせしめるまでに追い詰めたのはアメリカではないかと、そのことをあなたは大統領だから知ってるはずだということで、ここで書いております。そしてその後に天皇陛下のいかに平和なお気持ちであるかということを書きましてですね、そのように今自分たちは物量でお前たちに負けるかもしれないけども、次のご祝、精神的にはいよいよ豊富にして心地ますます明朗を覚え、歓喜を禁ずるは問わざるものありと。物的には負けたけども精神はよく戦い抜いたということで自分は喜んでるんだということをこう述べてたわけです。さらに次のご祝のところ、近世に至り日本が慶良というのはあなたたちが慶良の野望に抵抗し、有色人種ことに東洋民族をして慶良の束縛より解放せんと試みるや、慶良はあなたたちは豪も日本の真意を理解せんと努めることなく、ひたすら慶良のため有害なる存在となし、かつての UFO を目するに旧敵野蛮人をもってし、高校前として日本人種の絶滅を古豪するに至る。これ兄真意にかなうものならいなと。日本がアジアの解放のために立ち上がった時にそれを憎んで日本人を絶滅戦火のごときこういう戦いを仕掛けてきていると、これは天の意にかなうであろうかということ。それで次のところ、慶良お前たちは何すれぞ核のごとく貪欲にしてかつ強量だと、アメリカこそが貪欲で心が狭いんだということを訴えています。大東亜共栄圏の存在は豪も慶良の存在を脅威せず、かえって世界平和の一翼として世界人類の安寧幸福を保障するものにして、日本天皇の真意全くその他にいずるなきを理解するの画料あらんことを希望してやまざるものなり。大東亜共栄圏というのは決してアメリカを阻害するものではないんだ、そのことを分かる画料をアメリカ大統領は持ってもらいたいと訴えています。それで次は欧州のことを書いています。なぜ欧州大戦が起こったのか、それは第一次世界大戦後に全ての責任をドイツに押し付けた結果ヒットラーが生まれて第二次世界大戦が生まれたんではないかというのを次のところを書いています。そして今日大東亜戦争で日本が敗れようともですね、ヒットラーがいなくなっても次の次のご祝ですね、いかにしてスターリンを主領とするソビエトロシアと協調戦とするや、およそ世界をもって強者の独占となさすとせば永久に闘争を繰り返しついに世界人類に安寧幸福の日なからんと。今ヒットラーを倒し日本を倒してもあの凶悪なソビエトがいるではないか、力だけでいくならばですね
世界に平和は来ないんだということを書いてある。相手を理解するその気持ちをアメリカは持つべきだとここで叫んでるわけです。そして最後にウィルソン大統領が絶頂の日に没落が始まったということを聞いて、アメリカは日本を破って絶頂かもしれないけどその時に没落が始まるんだということを忠言として述べてるわけです。まあ、こういうことをですね、あの与党の大変な戦いの中でアメリカ大統領宛てに書き記し、それを英訳して残した、そういう武将がいたと。